は、カーナシです。よろしくお願いします。そして、はい、東のゴモラ、こんにちは、シノノメハールです。原石のネルメロです。勝利のナギです。わーい。ということで、今回はこの4人でやっていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。完全にね、ガチコスの2人と、雑コスの私で、だいぶ釣り合ってないんですが、1人原石がいるので、なんとか中和できたんです。今日やるのはですね、クイズです。前回ね、ちょっと篠波さんと増井さんと3人でちょっとね、クイズをやったんですけれども、まあ、そこでちょっと理不尽な問題をね、出させていただくということで、そうなんですよ。ちょっと理不尽さを今回出してみたいと思います。よろしくお願いします。出せでしょ？勘弁してくれ。本日やる問題は、原神寸劇問題です。寸劇問題、わーい。完全に俺の動画を見てないと答えられない。待ってー、まずい。最初の方しか見てない。むしろ最近のやつしか見てない。せめてここは大人の対応してほしかった。全部見てます。わ、ありがたい。全部見てます。じゃあここだけ使います。さっきの中の中に問題数は全部で6問で、まあ、普通に、答える問題が4問、そして早押しが、まあ、2問。はい、はい、はい。今回もですね、今回景品、なんと今回の優勝者にはM足から送られるのは、お、手作りミニヒリチャール応援です。完全に私のお手製です。私が一緒にちょうどあるんだけど、まだ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 、ヒゲとか手に入れたら、優勝したら落書きしてもいいよ。優勝しても前回に比べてだいぶなんかプライスです。プライスです、ね、家庭の感じが。というわけで早速やっていきましょう。私エマシ、まあ、原神寸劇というジャンルでね、動画を出させていただいております。私エマシが、うん、コスプレしたことないのはどれでしょう。白日、アルベド、国政、サンゴノミヤ、ココミ。うわー、ちょっと迷うな。一人コスプレしたことがないものがいます。なんとなくでもね、もちろんいいんですけど、なんか、あ、このキャラだったらこのネタで寸劇作ってそうだなっていうのもね、一つ視野に入れていただけると、まあ、あー、なるほどね、思いますね。さあ、では回答の方、どうぞ。2番、アルベド。2番、アルベド。国政です。ちなみに、もし、なんかアルベドでネタ系するんだったら、なんか、見せアルベドと、ああの懐かしげアルベドで、はいはい、なんかネタっぽくやるんじゃないかな。なるほど、ね、もしやるんだったらね。あ、でもそれ結構前のイベントだよね。かなり初期だよね。かなり初期、かなり初期だ。だからアルベドにしました。そう、俺もだから。ちなみに国政選んだ理由は、あ、押したことなかったらこのまま勝つからです。ああ、このまま勝つからです。ガチコスになっちゃう。ガチコスで。というわけで、この中で私エマシがコスプレまだ1回もしたことがないキャラは、今、ナギさんが言ったやつに作ってます。実際、偽アルベドと本物アルベドの作詞を過ぎて作ってます。もうじゃあ、その時は俺まだエマシさんの存在を知らなかった。あ、なるほどね。ただ、じゃあもうね、ここね、見ていただければなと思うんですけれども、はい、じゃあ第2問いかせていただきます。はい、私、エマシは、まあ、原神寸劇を投稿してきて、まあ、多くのキャラクターをコスプレしてきました。でも、女性キャラもやってきたわけですよ。うん、まあ、男性キャラも女性キャラも、中にはリスナーに、このキャラコスプレしたら愛が出ますと言われたことがあります。はい、さて誰でしょう。いっぱいするか、複数回答か。じゃあさ、そんなにたくさんのキャラコスプレしたらファンやめますって言われたの。もう本当にだから、もうそのキャラのガチ押しなんだろうね。俺の身分しいコスプレでやってほしいかな。ちなみにその意見を振り切ってコスプレしたキャラもいる。もちろん。ああ、減ったじゃん。そんな恋な屈しねえぞと。はい、では回答の方どうぞ。ナヒーラ、クレイ、ライデン、アヤカ。うん、お、クレイ、ライデン、アヤカ。え、そんなことある。そんなことある。動かしても全然違う。ああ、そこはもうやらん、アヤカ。じゃあ、ゼルミオさんとナギさんが全く一緒。全く一緒。
そう、え、まあまあ、まずクレイでしょ、まあ、幼女2人組がね。で、あとは人気キャラを描いたね。ライデンはあの北平騒動を男にやってほしくないっていう声がありそうだな。確かにね、うん、私はまあでも人気キャラをベアーって描いた。ああ、なるほど、ね、あれが一番やってほしくないんだろうな、3人とも。やってほしくないんだろうな。正解はカオとゲランです。おっ、やったー。私の格好でパン減ってます。現在進行形で減ってる。はい。まやかやってません。やるのやめようかなって今思いました。いや、やってよ。やる前から、あやかだけはやめてくれっていう事前の連絡が来てるのかなと思って。そうそうそう、そう、私もそう。もう、まあ、来てないですね。でも、そう考えると意外と寛容なんですよね、リスナーさんは。確かに優しいね、リスナーさん。だいぶ褒めるじゃん。もしかしたら、この動画にあやかだけはどうかついてるかもしれません。コメントに書いてくれる。この動画に。じゃあ次、早押しです。早押しいきます。練習の世界には、フューチャーが存在します。そして、はい、原神寸劇にもキルチャールがよく登場するのですが、キルスケが先輩と呼んでいるキルチャールコードの名前は何でしょう。さあ、早押しなのにね、ここまで絶対上がらないだろうなと思ってました。さあ、キルチャールコードです、元の名前は。ただここのネームプレートに書いてあるのはキルチャールコードではありません。さあ、なんと書いてあるんだね。だいぶ理不尽ですよね。これを待ってました。ヒントをあげましょう。キルチャールボートをいじってます。はいはい、ボー君。違います。違うか。はいはい、キルト。違います。もうキルチャールボートの文字列だけをいじって、その中で完結してる。キルチャールボート。キルチャールボート。はいはい、ヒルボー。うわなんでや、今のは。でも、調子いいね。ヒルボーでよくない？ヒルボーでよくない？ヒルボーにしようよ。今から変えよう。ヒルボーにしよう。ヒルボーにしよう。これからヒルボーにしようかな。キルート。これは正解を言いましょう。はい。実はね、ハルボーっていう名前で。うわー！そっちだったんだ。ただ、本当にこれはね、浸透しませんでした。ヒルボー。先輩に生まれるんだ。先輩の時は何もないですね。惜しかったよね。惜しかったね。来たと思ったもんね。ヒルボーヒルボーの方がヒルボーに変えよう。ヒルスケヒルボーの方がやっぱ兄弟感がやっぱね。次、早押し2問目。はい、はい、これはね、昔で俺の寸劇を見てないと答えられない問題です。原神寸劇にたびたび登場するタルタリアン。はい、おい、おい、俺が払うよ。正解。よし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 。問題言います。はい、原神寸劇にたびたび登場するタルタリアですが、動画ついに置物になってしまったタルタリアで、タルタリアの有名なセリフ俺が払うよの次に旅人が言ったセリフは何でしょう。犠牲をです。あれ待って、今何て言った。犠牲を払うよって言った。いや、俺が払うよって言った。俺が払うよ。あ、ダメです。俺、ごめんなさい。完全にやらかしました、今はね。俺なんか正解してくれたのかなって喜びが分かった。喜びが分かったんだ。動画覚えてくれたんだっていう喜びがね。そうそうそう。これは終わりです。終わっちゃった、終わっちゃった。早かったな。俺さ、Mハスさんの動画で一番好きなんだよね、犠牲音が。じゃあ次、普通のこれ回答です。あとの疑問。セロといえば、ダジャレや上手で場を和ませるのが得意なキャラクターですが、で寸劇でセロがフリーナと出会った際に友好の証として言い放ったダジャレは何でしょう。ストーリーでのフリーナの立ち回りから、それを全て知ってる上でのセロの一言です。コンテの物語で、フリーナがどういう扱いでどういう結末を迎えて、それを踏まえてセロが言い放ちます。見た俺その動画。なんだっけ。結構ね、シンプルめです。いや、シンプルめよね。いや、たぶんこれかなと思った。ダジャレがそもそも出てこない。かわいそう、いっぱい持って帰ったけどいいよ。確かに。いや、外したらいろいろ言われるんだろうな。え、ね、これからずっと配信のコメントそれしか流れない。やだそればっかり。
挨拶代わりに言われるよ。会場の方どうぞ。はい、はい、これ一緒じゃない？フリーナ、フリーナ、そうよね、フリーナ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 よ、フリーナ、フリーナで、やめ場所いっぱいもん、いっぱいもん、いっぱいもん、もうそれを持ってきた。正解はフリーナ、フリーナでした。すごい。まあね、魔人に無通してね、自分になったもんね、フリーになったってことね。なるほど、なんかヒーリングだ、もうすぐにパッて書いた方が当たってるもん。ちなみになんですけど、これは俺が考えたわけではありません。違う、違う、俺のリスナーにセロがいます。リスナーが考えたコメントですけど、いや毎回ギャグ言ってくれるんやね。そうなんです。そう、次最終問題となります。はい、最終問題、何かボーナスはないんでしょうか。じゃあ完全回答できたら2つあります。おお、完全回答ね、なるほど、完全回答満点。じゃあ最終問題、フリーナいますよね、結構寸劇に出てます。はい、フリーナの性能とかいろんな面々で寸劇しやすかったというところがね、多かったんですけれども、次の動画のタイトルのうち振り橋が出てないタイトルはどれでしょう。こちら、フォンテーヌの洗礼を受ける旅人、フォンテーヌで覚醒するノエル、あまりにも環境とマッチしてしまったジン団長、完全体になってしまったヌグレット、この4つとなります。全部出ててもおかしくないね。これ自信ありです。では回答の方どうぞ。1番と3番。1番と4番。2、1番はまだフリーナが実装されてない時だった気がします。なるほど。何？3番は、これは出てなかった気がするっていうだけです。1と4。2と3は、フリーナの性能がかなり深く関わってるから。そうね。答えの方、はい、発表していきたいと思います。こちら、フォンテーヌの洗礼を受ける旅人に、フリハシは、よし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 。これヌビレットのやつでしょ。だってヌビレットも出てません。あれ違う、違う、恥ずかしい、恥ずかしい、恥ずかしいけど、まあ、なんかなんか本当にナギさんが言ってたみたいに、まだコンテナ入ったばかりでフリーナはまだ、ね、コスプレとして出せる状況ではなかった。よし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 。次、コンテナで覚醒するノエル、こちらは、フリハシ出てます。よし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 。というわけで、今のところねるねるさんとなぎさんがいい感じですね。やってんじゃん。じゃあどっちか。ここ分かりますね。あまりにも環境とマッチしてしまった人団長、ネームドモンスターの戦うやつですね。そうです、いいですよ。ここで当たり記憶にあります。ここまで見ていただいた上で、この3番フリハシ出てません。あ、おお、あ、当たってんのか。よし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 。あるよ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 。ここで、残りアギさんだけが残りました。いや、4も出てない可能性もあるから、あるからね。最後、出てる、完全体になってしまったヌビレット、出てるでしょう。振り橋は出てません。あー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 、じゃあ100点いない。確定はいません。そんなことある。うわーうわー、悔しい。やられた。いや、2人とも欲しかったね。というわけで、これで問題は終了となります。発表します。では結果発表となります。はい、これはね、1位いきますか。1位いきましょう。あ、1位、1位は3点。3点。しゅうのめさんです。はい、よかったもん最初。やったー、序盤でね、最初。というわけで、優勝したしゅうのめさん。あ、そうだった。こちらのミニ、やったー、イルチャーローメンです。ありがとうございます。これで
いつでもヒルチャイルのコスプレできますね。できる。大玉なんだけど。大玉なんだけど。ヒルチャイルのコスプレ待ってます。待ってます。全身タイツ。全身タイツ。大丈夫かな。大丈夫かな。というわけで、第1回寸劇クイズ王篠上春さんでした。わー。